岐阜市にある複合施設岐阜メディアコスモス。この日、移動販売でパンを売る人気の店が出ていました。店を経営しているのがインドネシア出身のシティ・ヌルジャナーさん43歳。自ら焼いたパンを週に4回ほどメディアコスモスで売っています。はい、またお願いします。いつも20種類以上の色とりどりのパンが並ぶ中、大人気なのがこのカレーパン。スパイスから手作りする本格的でスパイシーなカレーに、チキンやジャガイモがゴロゴロと入って食べ応えも十分です。カレーパンを買いました。カレーのルーが普通の日本のじゃなくて、期待しちゃいますね。中の具材がゴロゴロっとしたのが入ってて、やっぱりカレーもインドネシア独特のなんか味がちょっと違うような気がして癖になってます。ヌルジャナーさんは岐阜市内に2年前にオープンした店舗も構えています。ここで全てのパンを手作りしています。人気のカレーパン、カレーは市販のルーを使わず、数種類を合わせたスパイスを使って一から作ります。いろいろ作ってみて、ハラルパンということで、ハラルというのは豚はもちろん食べれないんですけど、牛とか鶏肉とかイスラムのやり方の屠殺だったら OK ですね。でも日本ではなかなかそういう、例えばカレーロとかですね、入ってるエキスとか、もう完全にその屠殺し方がイスラムのやり方と違うので、もう使いません。ヌルジャナーさんのパンはイスラム教の戒律に従って、イスラム教徒が口にすることを許されているハラル対応の材料のみで作られているのです。ということから、豚はイスラム教で不浄なものとされているので、肉はハラル対応のやり方で屠殺された鶏肉を、また動物由来の油が含まれているマーガリンは使わず、牛乳で作られているバターを使っています。パンの材料、クリームでもなんかフィーリングもできてある、作ってる会社があって、で、それでそこから買って、ね、入れるだけですよね。それが怖くて何もわからないから、もう全部ゼロから、安心してみんなも安心して食べられますように、学生の頃から日本に興味を抱いていたヌルジャナーさんは、日本語を習得しようと1995年に来日。岐阜大学に留学していたインドネシア人男性と日本で結婚し、主婦として暮らしていました。その彼女がどのようにして人気店を作り上げたのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。一人の日本の友達が、その友達が長い付き合いで、まあ、彼女もインドネシアの方でインドネシア語を勉強して、でいきなりハラルレストランを作りたいって言って、みんなのムスリムの人たちの笑顔を見たいって言ったら、で私ちょっとそこであれと思って、なんでわざわざ彼女はムスリムじゃないのに、でもムスリムのために何とかしようとか、素敵だなと思って。例えばパンとかでも美味しそうな店たくさんあるけど、食べれないのがほとんど。だからそこでまあやろうかなと思って、珍しいからもうみんな注文をたくさん受けましたが、でもその後だんだんこう下がってきて、困ってて、でどうしようかなって、なんとかなんかこううまく進むために市役所に行ったんです。で市役所に、そういうシードがありますかって。再びメディアコスモス。2階の図書館のカウンターにヌルジャナーさんの姿がありました。週に一度、中小企業や小規模事業者のビジネスの相談に対応する窓口。ヌルジャナーさんは岐阜市役所からこちらを紹介され、何度もアドバイスを受けてきたのです。ここからの
住まれているのが都心部ではないんですけれども、そこでカフェをやりたいっていうお話だったので、まあ、そこでしても集客の面でどうしても難しいっていうところがあると思ったので、図書館の前であれば来る方たちも親子連れだったりとか、パンを好きそうな客層が多いと思ったので、そちらで売ってみてはどうかっていう提案をして今に至っているっていう感じです。ハラルっていう言葉だけではわからないっていうのがあったので、ハラル対応してるのはどういうものなのかっていうのもわかりやすく伝えるようなっていう提案はしました。使ってる食材がやっぱり安心安全なものとか、あと不要な添加物を使ってないっていうところは、そこが安心感につながって、その国籍とかは関係なく興味を持たれた方は増えているのかなっていう気はします。またこちらの窓口の特徴が、図書館司書も同席していること。相談者に役立ちそうな本を素早く探し提案します。ヌルジャナーさんはパン店の経営に関する書籍や人気のあるパンを紹介する本を勧められ取り入れてきました。本もありますので、絵を見て確認できたりとか、分かりやすく説明してくださってすごく助かりますね。いろいろ情報やり方な全て。こうして今では月に最高で70万円以上の売り上げを達成するまでになりました。ベーカリーカフェをやろうと思って、できれば今年成功するように、はい、売り上げを上げますように、岐阜から住みやすい場所にして、うん、でその後広げますね。それ夢ですね。パン屋など町の小さな食料品の製造販売店は、食品流通業の合理化や競争の激化によって苦戦を強いられています。コンビニエンスストアやショッピングモールの進出、大手資本によるチェーン店が増えていることが影響しているのです。ご覧いただいたヌルジャナーさんは自宅で店舗を開業し、小さいながらも小さいなりに強みを生かした人気のパン店を育て上げることに成功しました。安心して暮らしやすい環境を提供したいとの思いから、情報収集と相談で足りない要素を補い、自ら積極的に販売に出向いて運命を切り開いたことが成功への分岐点になったと言えるでしょう。